いやーゆっくりだよ。ってことで3分でわかるかもしれない第9装甲師団解説を始めるよ。第9装甲師団は1940年1月3日に第4軽師団より編成された。軽師団ってなんだよ、お前の嫁かと思うかもしれないが、とりあえず今は軽戦車を主軸とした師団って思ってほしい。西部兵の進撃が開始すると師団は5月初めに低地諸国兵突破侵入。抵抗勢力をすべて引き潰しながら紅茶玉ねぎをダンケルクへと追い詰めるが、誰かさんの思惑でここで停止命令を食らってミスミスと英仏兵を逃がしてしまう。まあ国を捨てて逃げた奴なんか脅威にならないから平気平気。進撃再開後はソンム川沿いのフランス軍防衛線を突破しオルレアン、ボアケーと南進。停戦合意時には師団はボルドー東方のブランヌにいた。カール・マルテルもまさか南でなく東からポテトを投げつけながら蛮族が来るとは思ってなかろう。41年3月には師団はブルガリアに移動。3月にユーゴスラビアでクーデターが起きたため偶然近くにいた同師団を含めた枢軸軍が攻撃を開始。10日で国王は海外逃亡、ユーゴは爆散した。よしイギリスに手を出せないからこのままソ連をぶちのめすぞってことで6月にソ連へ侵入。キエフを包囲し数十万のイワンを捕虜にした後中央軍集団に配属されモスクワを目指すことに。交通の要所であるブリアンスクを包囲していたが、ナーゼーカー肝心の都市がたった1個戦闘弾で陥落。第9師団の出番が消えたのでさらに東進しクルスクを占領。しかし冬の到来もあり進撃はここで停止、師団はクルスク東方の七栗で赤軍の猛攻に耐えることとなる。42年に入り南方軍集団は爆油田を目指し東進するが中央軍集団は積極的な攻勢を行わない予定であった。ただ誰かさんの命令により5個装甲師団を中心とした攻勢作戦が実行され、これはソ連軍の頑強な抵抗もあり失敗、多くの戦車を失い誰かさんはこれに対しボロクソ言っていた。まあその数ヶ月後に数十万の将兵を失うことになるんだが、北方のルジェフにおいて赤軍の反攻作戦が実施されこれに対応するため師団は北兵道。43年初頭には激しい防衛戦が繰り返され、消耗した師団は再編成のため後方へと送られた。北デレ作戦が実施されると東師団も参加したが大損害を負いこれ以降は西へとひたすら撤退することとなる。この最中に一個戦車大隊を指揮するバウアー隊がオヨール近郊において、ドイツ軍側面の突破を図る赤軍を迎撃し1両の戦車を失うことなく29両の戦車をほふり、完全な勝利を収めた。まあどうせ別の場所で突破されるか。それはそうと44年1月には師団保有の戦車は13両、ほんまに装甲師団かこれ。ってことで再編成のために師団はフランスに移動、ここで新型のパンターを含む戦車を受領し戦力を補充した。ノルマンディー上陸を受け迎撃に向かうも包囲された上に空爆されその装備のほとんどを失った。東へと空爆されながら撤退し補充を受け、44年12月にはバルジの戦いに参加。作戦が失敗し撤退しようとするが誰かさんが死守命令を出したせいで大損害を被る。その後連合国軍のライン側とかを阻止するためにケルン近郊で防衛。師団長が戦死するなど激しい戦闘の末、師団の人員はわずか600人にまで低下し保有戦車もわずか15両であった。もはや師団に戦闘力はなく、その大半がルールポケットに押し込まれた。わずかな生き残りも4月26日に師団が解放されたことを受け、他師団への吸収された。終わり、平定。